とりあえず手前から写真撮るね。左側が行けなくなってんな。これ土砂崩れあったっつってたもんね。ここは土砂崩れしたんだ多分。土のうがいっぱい引いてある。写真撮ります。どのどの板チョコにしか見えない何言ってんのこと。板チョコってこれか。確かに板チョコに見える。入ります。電波なくなっちゃった、ごめんなさい。いや普通のトンネルだね。しかもめっちゃ明るいし交通量多いし、なんでここがそんな有名なのか。女の子が出るって書いてあってましたね。ここ結構ね、あの目撃例が多いですよね。あっち側は今通れなくなっちゃってますね。多分土砂崩れかな。そんな長くもないし、写真撮っときます。そう、多分そうだと思いますね。これなんか沼津の方に向かう、市街地の方に向かうあれだから。まあ今時間も早いからね、まだ交通量多いのかもしれないですけど。電波大丈夫ですか。電波は。じゃあとりあえず一回真ん中でやっちゃいますね。皆さんもご一緒にバケラッタとご唱和ください。バケラッタ。グリーンだよ。さっきの赤が出たからちょっとビビってたわ。まさかって。まさかもう一発って。でもね、意外と排気ガスない。そう言われたら意外と排気ガスはない。ビビった。気に入っちゃって、俺もう帰りに相模原でもう一個買ってこうかなと思ってるぐらい俺も気に入っちゃって、これ気に入っちゃった。これレトロ自販機に売ってたんですよ。自販機から出てきたの昨日相模原。気に入っちゃった。これマジ、これ超自分でタイムシフト見て昨日すげえ笑ったやばい、これ
気に入った都市伝説になっちゃう。冬くん、もうそこまでいったらマニアだからやだよ。なんで服着せなきゃいけないんですよ。もうそこまで来たらマニアだわ。そういう趣味はないです。こっちからも撮ります。歩いてるとか あそこやっぱりそっち側が行けなくなっちゃってるね。なんで行けないんだろうね、そっち側。なんで行けないんだろう。やっぱ水が出てるからかな、そこに。まるまるちゃん、いやちょっと待って、俺お人形大好き人間みたいに言わないで。いやでもね、この子面白いよ。荒ぶらせると面白い。荒ぶらせた時のね、マジで破壊力が半端ない、今見たく。マジ。荒ぶらせなければそんな面白くないんだけど、この子を荒ぶらした時の破壊力がやばい。ツイッターに載ってたの今のやつ。リンちゃんです、リンちゃん。リンちゃんって呼んでね。俺の影が2つないよね。左肩がずっと重いのが霊障なんじゃないかって言われてるけど。電波弱いな。さっき電波弱かったっけ。夜中髪の毛伸びるよってさっきも誰かに言われた。動物？って車の音かな。ピエンはもう今日はね、最高のピエン出しちゃったから言えないんです。等身大のお人形。これさ、新手のリア突でさ、俺今絶対これいる場所分かる人いるわけじゃないですか。まあ、今見てないかもしれないけどさ、あ、横山トンネル来てるなってなってさ、俺のこと全然さ知らない人がさ、こうやって車で通り過ぎてさ、いきなり差し入れをここにボンって投げてきたらかっこいいよね。振りじゃないよ。新アーク見てないから。新アーク、そうだね、もう朝方ですね。ただあの相模原のレトロ自販機の2列目ってやつが深夜も行けるようになったから、2列目を配信してたら売ってたから即買い。卵はいらないです。あ、でもこれ運転しながら投げるのは難しいか、よく考えたら。これ運転しながらむずいか。ここになんかこんながっつりしたこれがあるから。本当交通量多いっすね。ガンガン車来る。全然雰囲気ないけど、これなんで本当にそんなに目撃例が多いんだろう。俺が目撃例なんじゃないの、これ歩いてるから。中国車来たわ。いらない。
帰り電波悪い？もう一回やっとく。じゃあ2回できるから、2回目いけます。後ろを向いて。ほら何この声、うーんって聞こえない？バケだった。グリーンだよ。行けますか。ラグがあるね。結構ラグがあるね。電波悪かったからかな。どうしよう。あ、でももう11時半か。どうしよう。次場所が悩む。